分が思ってるのは、ヒップホップ、ロック、パンク、そんなジャンル関係なくて、俺がやってるのは音楽であって、常に自分の人生の中で音楽っていうのはすごい密接であって、なんかこの曲聴いたらすげえ悲しいこと思い出すとか、この曲聴いたらすげえ楽しいことが思い出すとか、すごい密接な俺のもんだと思ってるんで、だから真剣にやる意味があって、真剣に聴く意味があると思います。だから僕らがやってるのは音楽です。ジャンル関係なく、がっちり楽しかったら楽しんで、騒ぎたかったら騒いで、泣きたかったら泣いて、うまく言えてません。まあ歯かけてるんですいません。はい。別に喧嘩じゃないです。唐揚げ食ったら抜けました。すいません。まあとりあえず僕らはすげえ楽しさを伝えたいと思うんで、よかったら一緒に楽しんでてください。上がってく苦悩なんて取り付けてく無敵をにあの立てるようにさあ思いの通り手を広げて諦めれて絶対この道のてっぺん目立つ方向決めてどう唸らせる道の両方ワイフトラベラーあらなみさらみで飛び込めばきっとストライダーガムシャラだから灰の日がワイフトラベラービースタミュージック、今日もレビュー、君のため。はいよ。ゆっくりでいいんで、体を揺らしてみてください。これは、家族やファミリー、仲間、彼女に対して、自分が広くなろうけど、でもこんだけのことができる、でもこんだけしかできない、そういうわだかむねの曲です。自分なりに解釈してきました。チェックしてください。いつだって適当自由で忙しさを理由でまるで糸のない風船当然好きなことを当然優先そりゃ当然わからん何が正解突き進むこの世界夢だけじゃ食ってはいけないでもリスク背負っていきたい過去悪かろうが金がなかろうが今思うか頼りないこの腕だが抱きしめてる愛は確かだ肌から見たらただのじゃらけのバカ心の中はもう必要ないその傘笑顔呼び戻すよまた頑張ったら手を挙げてくださいはい。はい。サンドビーツ。ラッションベビー。ミスターミュージックオーリー。体を動かしててちょうだい。イエローブレイクダウンベビー。死ぬまでマイウェイ湧いて出るものまでさばいて特産ショッピング巻きない表現条件好きな表現はノーゲン今日この無限のイメージ腕開き次のステージに腕嬉しく咲いて吐いて少年世間に張りて準備万端その破綻が大河学校で犬が我慢小さな不毛が勇者
させ。ファイズアーマー放つ